栄えあるコアロンアウォーズ2019。いよいよ今年もこの季節がやってまいりました。2019年に出した動画の中から皆さんに投票していただいて、最も良かった動画を部門別に決めていきたいと思います。今回のコアロンアウォーズも昨年に引き続き全部で5部門ございます。まずはコアロン東京ベストゴール、コアロン東京のベスト失点、続いてコアロン東京のベストバウト、さらにはコアロンのベスト食レポ、これスタグルなどですね、最後にコアロンのベストインタビュー、こちら計5部門となっております。こちら皆さんからたくさんの投票いただきたいなと思っています。投票の仕方発表させていただきます。まずですね、 YouTube にこの各5部門ごとのスレッドを作らせていただきますので、そちらに返信をする形で投票していただければと思います。でさらにもう一つ投票の仕方があります。 Twitter です。Twitter のハッシュタグこちらになりますね。例えばコアロンベストゴールであれば「ハッシュタグコアロンベストゴール2019」という風になります。こちらも部門ごとにハッシュタグをつけて、どしどし投票していただければと思います。是非選んだ理由もつけてくださると紹介しやすいので助かります。最後に投票の締め切り日時を発表します。12月26日木曜日の23時59分までとさせていただきます。YouTube のコメント、Twitter で皆さんからのたくさんの投票お待ちしております。2019年最も面白かった動画はどれだ？皆さんで盛り上がっていきましょう。それではまた次回の動画スタジオでお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録しようよ。蛍の光がありえないほど消える。